中国と WHO の対応に遅れ、独立委員会。昨日、新型コロナウイルスへの対応を検証している WHO の独立委員会が中間報告書を公表し、その中で、中国の保健当局は、昨年1月の時点でより強力な公衆衛生上の措置を取れたはずだと批判し、中国側の対応に遅れがあったと指摘いたしました。また。 WHO については、期待されている仕事を行う能力や権限が不足し、新たな感染症の検証などが自由にできていない。WHO が昨年1月22日まで、緊急委員会を開催せず、公衆衛生上の緊急事態宣言を1月30日まで先送りしたことを疑問視いたしました。この 新型コロナウイルスへの対応。中国側が感染拡大初期の段階で対応が遅れたどころか、このような感染症が存在していることを隠蔽してしまっており、さらに WHO についても中国側の情報を鵜呑みにして対応が 遅れたと、アメリカ政府などが批判しておりますので、今後も WHO には、WHO の独立委員会には調査を行っていただき、現在中国において新型コロナウイルスの発生源の調査についても実施されておりますので、このような発生源の調査結果も踏まえて、最終報告書を 公表していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。